セータデウス修道院とは、黒の教会とも呼ばれる古代アルメニア人の修道院である。イラン北西部、西アーザルバージャーン州の町幕の西方 20km に位置する。1997年にユネスコの世界遺産暫定リストに登録され、2008年の第32回世界遺産委員会において、イランのアルメニア人修道院建造物群を構成する一つとして、 世界遺産に登録された。セータデウス修道院は、日本の戦闘のあるタンブールによって特徴づけられる重厚な印象を与える修道院である。修道院には、複数の聖堂が存在する。3つは、東側を流れる小川のほとりの丘の上にあり、もう一つは、修道院から南に3キロメートルほど離れたバスタムへと至る道路上にあり、もう一つは、 ガー・キルス村の教会として、現在も機能している。十二使徒の一人である聖、タダイは、福音を広めているさなかに殉教した。タダイは、アルメニア使徒教会によって崇敬されてきた。伝説では、聖タデウス修道院の創建は68年に、遡るとされる。1319年、この地域において、大地震が起こったため、1329年に、 再建された。とはいえ、生産台の周りには10世紀からの移行も残っている。現在残る修道院の多くがガージャール長時代の王子アッパースミールザーが19世紀初頭に修復を行ったものである。19世紀の修復作業においては砂岩を切り刻むことにより実施された。黒の教会の名前の由来は最初期の建築に用いられた石の色が黒色だった。 ことから、トルコ語で黒の境界を意味する、カラキリスから来ている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。インデックスオブアルメニアンアート、アルメニアンアーキテクチャーハットジュード、エーピルグイメージツーザ・セイントーブラスト・リゾート・バイリズ、トラータ・ハット、サディウス・モネステリアット・アーミーニカ。ありがとうございます。